今年のカープはノーマン大島です。確定しました。え、ああ、伊豆端。伊豆端ってなんかルーキーズにそう名前で。ドラデヘアのあの、佐藤だけど懐かしいな。あんなんで野球できると思うねん、マジで。なめんな。あ、でも最近、今井が染まってました。しかも野球できてましたね。無失点でした。すいませんでした。もうシーズン終了してくれて何も問題ない男、トーパークマトルです。はい、12球団唯一ホームランが出ていない球団、中日ドラゴンズファンのクマトルです。事態は深刻です、皆さん。このチーム、中日ドラゴンズのチーム、トラウトと大谷が加入しても優勝できません。もうこれ大谷とトラウトのエンゼルスだろ、これ。地獄です。あ、なんかでも来ましたね、これ。あー、仲良し同学年対決。この梅のドンで似てんな、この笑顔の。守りたい、この笑顔。中日は最近の流れをお伝えしますね。ピッチャーのハイクオリティスタートするんだけど、あの打線がツーアウトから3連続で単打打つのね。で、あのそこから犠牲フライに十分な打球を飛ばしてスリーアウト。うん、こればっか。アホくさ。何それ。はい、打つ方は何とかせえよ。大野の7回自責点ゼロの敗戦投手になったみたい。俺もう悲しいを通り越して笑ってきたもんね。もうそろそろベンチで冷たくなってる中日投手陣と、あの病院で静かに息を引き取る村田と吉村が発見されるよ。そんな地獄みたいな球団ですかね。もう一つちょっとヤバい球団ありまして、あの広島東洋カープって言うんですけど、あの知ってますか。僕も大好きな球団なんですけど、あの未だに勝ててないってことでね。まあ去年の阪神に比べたらましたけど、うん、あれが悪いやないか。そしてそのカープの暗黒感をさらに引き立てたのがノーマンエラーね。僕びっくりしちゃったもん。スペース際のあのポロポロも全然あるやないよ。下話もエラーじゃなくてもヒットでも、あの全然まかれとるもんでしたけどね。うん、その後の送球までがやばすぎて、やばいよ。石川内野手のような慌てぶりや。試合後カープファンがあの聖地巡礼したって聞いても、その暗黒感でもうすげえ親近感湧いたわ。そこでそんなカープを救いたいと。いや、ノーマンを救いたい。うん、彼守備してたら座れてないから。そんな彼が今日出たということで早速見ていこうか。はい、岡林。まあようやっとるよ、ようやっとるの権限。1、2、3番ようやっとるわ。あ、そうか、ラオウも今回ライトで立ちたね。いいね。え、今2連続で当たりですけど。え、お、ロンギヌス柳田。え、もう当たりしかいないじゃん。え、何この神ガチャ。はい、トラウマ。この前ソロホームラン打っちゃったからな。この男は中日戦打ちすぎや、ほんとにマジで。マール俺に聞くやめてくれかかし。あ、来たー、ノマ。今回当たり多すぎだな。そんな中ノマを狙うのは俺くらいやろ、マジ。これでもミート2上げたら A2 つやで。うん、結構いいステータスなはずなんだよ。これでもミート2上げたら A2 つやで。彼守備ステータスどうなってる。 GG くらいの査定じゃないの。ほらね、悪くないんだって。そうそうそう、肩は S だし。うん、補給はまあ、うん、特能はまあ、うん、成績神。これもう2人目の西川やろ、これ。いいね、ノマ育てる気が出てきた、マジで。いいね。今回やるのはあのドラフトガチャなんで、G チーム広島に行きます。行きましょうか。行きましょう、タイム。行くぜ。課金分の2000エナジーは足りないんでね、1万エナジーいきます。15万円分。これぐらいの覚悟の表れが必要。ドラフトガチャは最大10万ぐらいかかるんで、確か。マジで運が悪くてそれぐらいかかるんで、もうこれぐらいやなきゃもうダメ。ちなみに僕の通帳破壊されました。うん、課金ニート終わりましたよ。ありがとうございました。というわけで今回の説はこちら。ノーマン当てるまで引く検証します。オーケー。はい、こんな感じになっております。こんなラインナップになっております。ドラ1が出ればノーマン確定。必ず G チームを狙った選手が出ます。ドラ1はね、そう、 G チーム以外がドラ1は出ることはありません。栗林の悲劇のような、あんな惨劇は起きません。逆に天井は決まってるのはありがたい。このままの天井のない大谷と一郎狙ってもどっちも爆死してるからな。それだけでシェイシェイ行ってきます。正体当てるよ、行くよ。無理でしたね。まあそんなもんよ。でもこれいいのか、あの1回11なのよ。だからあの普段よりも多いの、つまり普段よりも安く狙えるやつが引けるわけ。たった15万でな。15万、高卒初任権やんけ。中日も打てないし金も消えるし、もうどうなってんのマジで。あ、 BD は俺にやめてくれかかし。もう巨人3連戦トラも追いつけられたわ。てかなんであの田中豊樹、知らねえ、あんなエグいサッカーな。昔あの挨拶があるのフォアボール出してたじゃないかよ。俺の知ってる田中豊樹じゃねえ。はい、そんな10連でした。次次行くぜ。少しずつ減らしてて確率上げるのが大事。得点圏打率もそうよ。試行回数の増やせばどんどん収束して上がってくから。本当にそうか。中日の得点圏グロだった、お前だし。子供に見せちゃいけないぐらいグロ。 WBC で野球面白いって言って野球に興味持ってくれた少年たちが、地元が愛知がゆえにあの中日を見て一気に絶望する現実、かわいそすぎる。おい、きゃー、子供の言うとかどうでもいいね。今はガチャや、ワイは今ガチャ大事にしてるやん。人生は冒険や、ここだー。
もう右下見てください皆さん、ニューの文字がありません。まあ、あの俺前回のガチャでもう日本球界全高梨をゲットしたんですよね。うん、2023年シーズンようやく開幕してまだ数日しか経ってないのに死ぬほど高梨してました。やっぱ子供の夢がどうでもいいとか言ってたらやっぱ神様見てたんかな、ね、バスとして高梨を俺にあんまりだよ神様ちょっと、じゃああの中日のスタンブルもなんか中日なんかしろやろ。では初やつが出ましたから次に期待しましょう。もうあれだね、飲まず欲しいって言って憧れちゃうのだ。ああもう憧れるのやめましょう。憧れたら永遠で、僕が言いたのはいい。俺はひどい誰だよこのガッチャ仕組んだやつ、悪魔かなあこひどすぎうち次次てかでも2次ラメにやってたのそこ外へ行くね。ね、開幕スタート成功したな。ピッチャー投手くん、あ俺が成功したから中日も最初スタート成功したの。あそうなるとこのガチャもしばらく爆死ですかあれでした、もう刺しました。4連敗ですねこれ。秋のミルクルの気持ちいきます。当たればホームラン、あと3点、もうそれぐらいでいいよ。もう問題いつ当たるかマジで。うわ安倍俊樹、ん今なんか一瞬見てきた、でもエスランが来たから、うん OK 決めたいけど、秋の当たった、これは期待や、いけるぜ。ホームラン来ました皆さん、秋のもこれすなわち野間が出ると、野間しか出ません逆に。ここだー OK 京田陽太選手、あ、知らない選手です。バッフェだってこの人フォアボールも選べて打率3割あるんでしょ。そんな人中日にいなかったぞ。スーパーショートやっけ、うちに来れ。でもうちの今の惨状、うん、横浜でよかったと思います。まあでも幸せなら OK です一番中日欲しいのは兄弟だけどな。地味に阿部も出たっていうねこれ、なんかの当てつけですよねまあでもドラタガチャいいね、1は出てないけどクソエスラク出てくるやん。こう流れいっちゃうよ。わあ何も出ないということはまさにこのこと。次いっちゃおう、もう過去なんて振り返らない、ちょっと眩しいなこれ前だけ向いてガチャを引き続ける、いっときます。ああ最初の方がよかったな、2枚 S って言ってさ20レムと40レム、それよりもじゃこれだよ。でもこれ引けば行くことはね S の方が確率上がるから、うんありがとうございます。うんうんうんおー調子くん助かる、これは助かる、ありがとうございます。今回のテーマは野間を救うですから、うん、調子くんが救ってくれる、ありがとうございます。せいさんありがとうございます今何分だ、この辺だったらもう神木でしょ。カツラあと何年、カツラ今何分だ、行くよ G チームなしエンスエンカはすんち無理やろな早っ、あマスクちょっともう野間から俺のとこ来てるやん、俺を作ってくださいって、ちょっと助け船欲しちゃってるやん、もうシャーナから俺が作った、びっくりした当たった、野間頼むぜ、あもう今年のカープは野間を押します、確定しました。えあ伊豆端、伊豆端ってなんかルーキーズにそんな前でドラデヘアの佐藤だけど懐かしい、あんなんで野球できると思うねんマジでなめんな。あでも最近今井が染まってましたしかも野球できてましたね、無失点でした、すいませんでした。てか2枚引きはすごいな、びっくりした、さらっと引いちゃったけど、3枚引き、なんだこの確率、3枚引きですか、ガチャ壊れとるやん、あみんないいなと思ってるでしょ。僕あの先月30万ガチャに溶かしてるんで、全然よくない、それの爆死の売り戻しが今来ただけ、ありがとうございました。あすごい、もう野間引いたんで帰国してるやつ見てこれすごいでしょ。あでもこれ結構また S あるから引けば確率高いんじゃない、危な引いたら損するとか騙されるとかだったわ。じゃあこれ野間使って試合しますか。僕の名前は野間です。広島東洋カープで選手をしてます野間です。ひょんなことからこんなエグいメンツと試合をすることになりました。ワクワクだと思いません。というわけでこんな歴代日本代表みたいなこの打線に彼を入れます。しかも見てください、一番器用できます荒井さん僕の野間使い方参考にしてください、そしたら勝てます。その根拠を試合で見せますよ、いくぜ。まず野間を使って勝つ方法としては、まず先発に大谷翔平を用意します。あとは無慈悲な虐殺手、三振取りまくって打ちまくるだけ。吉野相手吉野ですね、普通にやばいですねちゃんと打てないかもしれない、マジエースばっか。なんか中日にエース当てすぎじゃない、リアルな野球で。なんでどの球団も中日包囲も押し込んだよ、特に何もしないで、じゃあなんで打ち込んだ負けるの。
分からん。はい、そんなわけでいきます。とりあえずあの書店の場がいかに出るか、うん、ここで打てるようなら山田氏が打てるようならもう普通の一番でいいです。ネバネバのおい、オーケー、ネバリのノマ。これ2時間のカラーをかぶったノマでしょ。これ打撃センス神ノマでした。まだ去年サワリ打ってるから、うん、俺が普通に下手でしたね。はい、中日打線。もうあの2本も切るだけでデバフやね。打てなくなるんや。辛いわ。辛いです。じゃあ行きますか。大谷さんの逆殺勝です。次よ。メジャーリーグでやれこれ。座礁でやれ。可愛い顔に騙されないで、ね、はい、余裕、オーケー。さすがの逆シングル。メジャーリーグでやれ。オーラ、オーケー。はい、ありがとうございます。ちょっと男山川、体で弾丸ライナー受け止めるファインプレー。そういうプレーが出るとね、もう打線かきつくから。あ、この回の大きゅうよかった、爪症すんで。オーケー、ありがとうございます。大谷ピンポン玉くらいもかんな。マジ体がでかいからボールがピンポン玉に見えろこれ。はいはい、曲がりまくり。よーし、オーケー。そして二刀流なんで DH はこの人です。なんでこの人が日本の4番と。大谷には任せらんねえわ。全然投げない。何を考えてるんだ。いかれ村上、神宮なら入ってた、うん、いくぞ和田さん。おら、オーケー、絶対来ると思った。よし、ちょ、和田がライトに。体受けの山川行くぜ。とりあえずインローしばく。オーケー、おら、おーしゃ、ありがとうございます。いいバトンタイムリコース。とりあえずインローしばく。オーケー、おら、行くぞ中地。ここでおらー、おー、そこの通信も俺通用しないって。素晴らしい中地、一言で言うと素晴らしいです。これは T ポイント爆上げよ。あ、宮西来た。任せてください宮西は。宮西通算打率6割ぐらいあるから俺。オーケー、あるぞ、地味ない。いらっしゃいませ、オーケー、ありがとうございますね、イージーイージー。はい、オーケー、ちゃんと二塁も落とし込むと。そして次来るのは、お、この流れに続けの、まあ、カープの希望、カープホープ、オーケー。これはいけません。もう入ってるの山川俺に。裏切ったか。え、じゃあ裏切り者には制裁を、スライダーでおしまい。はい、ごちそうさまです、ありがとうございます。オーケー、はい、いただきました。あ、森、山川、森の打線がまさかソフトバンクで再現されると。これ現実になるかもしれない、いつかね。まさかね。めっちゃ粘るやん。俺はセーブだと勘違いしてないか。お、森セーブ相手だとマイク取ると言うんだから。お、ガッツ、大谷 VS ガッツね。ガッツガッツガッツ。ツーシーム、いいよ、いいいい。このスプリット見分けつかやろ。ツーシームと見分けつかないボール、オーケー。え、あ、ノマちゃんと取るよ、落とすなよ。はい、ジージー。この世界線のノマこの前見たかったのね。ちゃんと補給できる。うん、打撃はチンジャンだけど、これもう一回いきましょうか。ノマでやってたよね、どうせならね。もうリアタイの吉野しかいないぞ。あれどうなってんだこれ。いくぜノーマーノーマーノーマー。はい、チャンスメーカー来ましたよ。まあこれ間違いなく打てるでしょ。センター前イメージ、オッケー。お、よし、やっぱりバッティングセンスさすがだね。走っちゃうか。ソウル丸ついてるから一回しておきたいよね。盗塁じゃないけどね、あの得点源タイムリーポンね。よーし、オーケー。え、バッター相手肩 S ですやん。ビットでランナーを一塁にインコース詰まりました。山本がスカンダボックス続き、うーらー、おーし、ありがとうございます、いただきました。はい、乱入55番。まあこれ同点で俺の勝ちでしょね。ありがとうございました。試合終了です。ゲームは引き分けながらも特別ルール、どうしてあの野間の盗塁が成功してたら勝ってた。ギガピョン、ノマに盗塁はさせないように。飲食もとるし、チャンネル登録もお願いします。ツイッターもお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッターの皆さんもぜひ登録してくださいね。